一、古建、二、新館一方意義は、岩手県岩手郡岩手町に所在した、日本の城。古建と新館があり、古建は別名を一本杉館一町館新館は、林大城とも言う。また新館は、南部の部長の出生地と伝えられている。道庁一課台第十五字割所在。一課台集落の北にある丘陵の突端部に位置し、 南北の二角からなり、二重の堀で区画されていたと見られる。追記年代は不明だが、構造から見て新刊が作られる以前に存在していたと見られる。道庁一課隊第十三次割所在。追記年代は不明。一課隊集落の北西にある丘陵の突端部に、一市、北に空堀、東には一課隊川が巡り、内部は三角より構成された。一課隊は、 道の区国岩手軍、一花大号として、南北朝から見られる地名である。南部市の記録に天文年間から記されている、一花大使の本拠地とされるが、同志の詳しい辞席については、不明な点が多い。同志は、安倍佐党の初流で、秋田安藤氏の安藤世紀の孫が秋田から、来住した者が始祖となったとされる。族には、与内氏があり、の米部内号を領して、 主としている。南部の部は、ぬかのぶ西門の城高信の子として、天文15年3月に、一花大城において誕生し、この地で13歳まで成長し、後に、高信に引き取られ、三古軍多古間において成人したというのが通説である。天正20年、諸城破却令には、一花大山城派、阿呆孫三郎持ち分とあり破却された。ありがとうございます。